ゴーグ、どうも、アッキーです。サクサクスライム、どうも、ソリッツです。イエーイ、今日はね、メインチャンネルで久々ですよ、実写動画。俺初めてだね、アッキーのメインチャンネルに。あの、旅行ぶりじゃない？旅行ぶり。旅行は確かに出た。がっつりやったけど、まあ今年旅行行けなかったから、まあ、軽くちょっと一日、なんて言うんだろう。デートじゃないけど、まあ言うたらでもデートそれは。はい、言ってしまえば。一緒に遊ぶみたいなね。言ってしまえば、それはデートですよ。そうなんですよね。でね、ただいまの時刻がですね、16時10分なんですけど、19時半から予定がありまして、で1時間くらいかかるから、18時半くらいまでしか遊べないよ。はい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 。で、まぁ、ちょっと時間が押してしまって、あと1時間半しか、遊びに行けないんですよね、その予定までは。ブリッツが30分遅刻しなかったら、いやいや、2時間あったと。そうそう、まぁ、でも、まぁ、どこ行こうかなって考えた時に、東京タワー、スカイツリー、浅草。お！どっか行こうかなみたいな。東京。マジ？まだ言うても数ヶ月。そうだね。東京案内したいなみたいな感じで。全然知らないから。ちょっとなんかどっかないかなみたいな。いや、浅草とか行ってみたいけどね。あ、浅草？雷も。浅草。いいじゃん。かっこいいよ。なんか草入ってる。草入ってるし。浅草で草ということでね。じゃあ浅草目指していきますか。行きますか。ふい。さあということで行きますか。さあやってまいりますか。車でしっかり足組んでね。いやー本当に今日もかましちゃうか。かましちゃうか。さすがに浅草か。雷も東京といえばだからな。雷もな。時間があればなんか浴衣っていうんだっけ、あれなんて、着物か、着物着て歩けたりしたらちょっと楽しかったかもね。そういうのもできたんだ。そう、二人で。でも二人で着物して歩いたら、どうしたってなるか。今日さ、顔の治安いいね。ちょっとそろそろ飲み物でも飲むか。お、いいじゃん。あ、僕はオレンジなんだけど、アッキーは今日決めてるので、さすがにコーヒーを飲む。マジかよ。もしかしたら飲めないかもしれないっていうのもあったけど。金の微糖もらったさすがにサングラスかけたらコーヒーだよな。まあ確かにね。僕はオレンジジュースです。かわいいな。ただ一つ言いたい。俺小さい頃にさ、コーヒーめっちゃ好きだったんよ。あ、そうなんだ。あの、めっちゃ飲んだよ。うん。で、ゲボ吐いてからもう飲めなくなっちゃったっていうトラウマあるんだよね、俺。だったら大丈夫。いや、でも大丈夫。俺がやりたかっただけやから、味して。あ、そうなの。いや、でもね、ちょっと甘いじゃん。だって微糖でしょ。うん。いや、全然いけるわ。しかも俺今日あんま寝れてないから。あ、そっか、甘いのが無理なんか。カフェインめっちゃ嬉しいわ。カフェイン。そう。ワンチャンブラックでもっと渋い感じで渡そうかなって。やばいって。さすがにブラックは飲めないだろうなと思って。でもスケマル君はブラックコーヒー飲めるでしょ。そうだよ、スケマルはブラックコーヒー飲むから。スケマルは自分でブラックコーヒー作って飲むから。それすごいよな。チンコの先でアンコをぐちゃぐちゃするよ。絶対使わないよ。いや絶対使うよ。もうね、ツイッターのメインほんわかでよし、あげるぞって。やめてよ。シャッシャッ。一回プレちゃんにあげられてるから、俺がさ、生放送終わった瞬間におっぱいって叫んだらさ、なんか、それさ、5分前までのやつで撮られてさ。バイバーイ。バイバーイ。配信切った後に、おっぱい！よし、配信切った後に。ツイッターのメインであげるからね。いや、俺はもうより多くの人に見てほしいからさ。終点さらされたからね。俺はいつかプレちゃんのやつ絶対載せるって決めてたから、それが今でーす。ワンチャン使われるかもと思って。うん、こっちはモザイクかけたから。ちょっとね、なんか静かに言っててね、ちょっと草生えた。今から行くのは浅草。ヒエヒエ、目の前スカイツリー。スカイツリー、やばい。いつも俺んちのベランダから見てるスカイツリーや。めっちゃ嫌だよ。まあでもスカイツリーは高いから、いろんなとこから見れるからね。そうだよ、360度見えるから別に大したことこじゃないから、みんな安心して。だってこのガソリンスタンドの家から見える。確かに。ここのガソスタから、うわっ。うんこバンの仲間みたいな。なるほど、ウケた。これカスタムできるんだよ。あ、そうなの。そうだよ、奈々ちゃんにも送ってあげて。カスタムしよう、ありがとね。そう、だからポータルディンのスケマルはフォトナやってねえから。しかもあのギフトさ、数に限りあるからさ。あ、そうなんだ。全員に送れなかったけど、ありがとね。ありがとう。よし。よし。浅草。スカイツリーも近かったね、言うて。ね、歩いて行けるじゃん。よし、じゃあ行きますか。じゃじゃーん。浅草
ただきました。いいんですか、あの85万人の方にちょっとあのカメラマンをしてもらうなんてことしなって。いい、今日は85万人じゃなくてフォートナイト最強実況チャンネルなんで、はい、出た、私マネージャーなので。出た出た出たお、誰かいるぞいきなり走るのやめて、いきなり走るのやめて、いきなり走るのはやめて。歌舞伎がいる、歌舞伎が。お、お、アマルや。あ、おもちいな。アマル、こんなとこで何したん。おお、アマル。何してんの、おもち。おおおおおお、もう映す。和ですね。和って感じだね。ですね。ここで俺、三味線弾いて、あの、今からは、そうですかね。楽しいんだけど。ベン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 。ベン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 。もうここで弾いたらやばいよ。ワンちゃん、お金投げてくれそう。なんか、おるんだね。ね、見て、プリちゃん。見て。あのさ、俺のさ、今日服装。いつもさ、半袖短パンじゃん。はいはいはい。今日ちょっとね、ブーツとか履いて。おー、決めてますね。やっぱ俺っこの服装にやっぱねコーヒー飲んでほしかったよね。コーヒーか俺今日ねあれカッコつけてそっと出てきたもんね。サングラスかけてすごかったよマジで。ブーツの疲れいいそれ今日30分遅刻したからさ、ちょっと申し訳なさげで行かないとなと思ってたら全然気にせず、あ、お疲れいっつってサングラスかけてる人いる。ちょっとカッコつけてねちょっと出たっていうでかっ、あの犬確かに確かにでかい。浅草の醤油ラーメン食べまーす。いただきまーす。いいじゃん。俺店でラーメン食うの今プリちゃんも言ってたけど、もうめっちゃ久々よ俺。マジやばい。ちょっといただくわ。あ、やばい。本当に小学4年生の心の純粋さぐらい透き通ってる。泳げるもん俺これ水この醤油本当に。で泳いでて多分これのプールに入るじゃん。泳いでたらもう1時間後に全部飲んじゃってカラッカラになってると思う俺。やばいよ。ひゃひゃひゃ、約何年経ったろ。いや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 、あーやっぱ俺って天才チンコ。おお、チンコ映してた。おお、もう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 、見て見て、影影影。すごい。見て、はい、ナーナのあのツイッターと同じ匂わせのやつでーす。LINE のアイコンとかにもらった。ちょっと面白そうなお店があったんですけど、入ってもいいの、はい、撮影 OK かな。まあちょっと一旦聞いてもらって、すいません。さ、この瞬間に一瞬だるみくじを映しますと。やっぱり、うん。OK なのね。よし。すいません、失礼します。外から見えたんや、このマスが。おお。でさ、マスでさ、日本酒飲むめっちゃうまかったじゃん。俺とペちゃん飲んだじゃん、最近。ちょっと買いたいなと思って。さすがにちょっとおしゃれすぎん、これは。やばくない、これでさ、ちょっと酒どう、プリちゃんいらないの。うん、俺は別にいいかな。ね、プリちゃんも欲しいもん見つけて、こういうのでもいいから。でも俺はマジこれ欲しいから最近あのお茶漬け、あのよく食べるんで。あ、これじゃ、これ買おうよ。お茶漬けですかね。すごい、いっぱいあるね、いろいろ。ね、見てよ、ほら。あ、ほんとだ、かわいい。なんかいいよね、こういう和な感じ。じゃあ、プリちゃんけんしよう、このまま。あ、マジで。え、じゃあ俺富士山の方でいい。何それ。富士山マス。じゃんけんじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。ちょっと待って、今のはダメだよね。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。マジで欲しかったこれ。これ買うわ、マジで。ガチで買う。マジで買う。そうですね、こちらを見ていきましょう。あ、このお団子もあります。とてもみずみずしいですね。うん、こちらはおでんでしょうか。こちらは多分おでん。とてもみずみずしいですね。気になる。あ、ここにもちょっとだるまがいるんですけど、このだるまもとてもみずみずしい。じゃじゃーん。あー、めっちゃおしゃれ。袋もね、とてもみずみずしいですね。みずみずしくったじゃやばいよこれこれさ、いくらしたと思う。ちょっと包んじゃったけど、なんかワンチャンめっちゃ高かったりする説ない。いや、どいくらだと思う。でもちなみにこれはあの富士山もそう、2200円。でもこれめっちゃ気に入ってる。早く飲みたいもん、これで。これいくらだと思う。4000円ぐらいしそう。4400円。やばっ。ということで、あやさん見てください、ヘリコプター。今からね、プリちゃんと乗っていきたいと思います。素晴らしいよ。ヘリ用意しちゃった。ヘリ、俺のために。そう、俺のために。まあこれからもね、いっぱい動画頑張って飛び立っていこうという意味でね、ヘリコプター今日乗っていきたいと思います。あれ、田辺さん、なんかあるんですよね。そうなんですよ、
東京ですよね。そうですね。京都でもできるんですね。そうなんですよ。すごい。で、しかも、あの、日本一最安値で、乗れるらしいです。おめでとうございます。結構、あの、人気らしいので、はい、もう予約は先着順なんで。あ、みんなもう、急いで。乗ろう乗ろう。かな、はい、乗ろう。かな、乗ろう。かな、乗ろう。よかったらチェックしてみてください。でね、空の旅へ行ってきます。今から乗るよ。うわやばい、飛んでる。すごいすごい、出てる。行ってきます。うわすごい、え、ま、やばいって、マジで。すごいすごい、みんな見て、空飛んでるよ。すごい、マジですか？